というわけで、危険なので私の下着で捕獲しました。この紐が、あの、この方も精神医学的に病気なんでしょうか。まさか、こんな人まで病気にしてたら精神医学はどんだけ大変なんだ。そうですね、こういう人は精神医学でフェティシズムという病気として定義されています。精神医学は大変だ。あの、フェティシズムってフェチのことですよね。はい、よく知らないんですけど、足フェチとかバストフェチとか湯上がりのうなじフェチとかピチ T シャツから出たおへそフェチとか、夏の日にうっすらと汗をかいた鎖骨フェチというような感じですか。知らないどころか詳しすぎるくらいですよね。でもどこからが病気なんですか。この DSM-4 にはこのように記されています。6ヶ月経たないとダメなんですね。5ヶ月程度の下着歴じゃマニアとは認められん。ブラジャーで顔を洗って出直してこい。診断基準はマニア歴の優劣を競うものではない。6ヶ月ですか。じゃあこういう下着だったら一発で OK ですね。これでどうですか師匠。フェティシズム免許改伝じゃ。ブルセラ、そっちの6ヶ月は全くもって関係ねえよ。さらに重要なのは生命のない対象物という点です。すなわち足フェチ、バストフェチなどはフェティシズムに分類されないわけですね。じゃあ具体的にはどんなのがあるんでしょう。いろいろありますよ。例えばハイヒール、ローヒール、ピンヒール、ミュール、スニーカー、パンプス。なぜ全部靴限定。靴フェチ。何にしても物に興奮してばかりいる人はフェティシズムって病気なんでしょうか。実はもう一つ条件があります。すなわち問題が起こってないなら大丈夫なのです。問題というと。例えばチャイナの格好じゃないと。こうなると夫婦生活に問題があるため病気と診断される可能性がありますが、もし相手が受け入れるなら問題がないため病気とはなりません。チャイナってこういう格好。また下着フェチの男性が下着を変えず泥棒に走ることもあります。こうなるともちろん問題ですね。あ、ただ最近はネットで下着を変えるので少しは減ってきてるとは思いますが。生の魅力にはかなわないな。一見便利なネット社会は大切なものを見失ってる。一見かっこいいけどダメすぎる発言。お前もいろいろと見失ってるだろう。治療法はどんなのがあるんですか。精神学者カプランのこの著書によれば、いつ飽きるんですか。多分死ぬまでには。さらにカプランは治療について続きを記しています。完治しないということですね。うん、諦めたんだねカプラン先生。いずれにしても犯罪などに走らず、うまくそれを使って性的興奮を高める方向に持っていくなどの方法を見つけてみてはいかがでしょうか。本当に無難なまとめありがとうございます。ちなみにイヤシさんは男性の持ってる何かで興奮を感じるものはありますか。お金。お金。そういう話じゃなくて。